どこを使うかですね。あ、そこですか、うん、でこれもいつか使うってことですか。これを取ったら今度こっちを使う。ああ、そういうことですね、うん、そのために、うんうん、ここについてあるの。ああ、ほんとだ、ね、細かいこのそのいろんなところで、すごいですねこれ。木の一本でいろいろ考えるんですもんね、うん、面白い。でここもできるなと思って、うん、枝を作ったんですもんね。結構もみじって水吐くんですね。うん、あのメープルシロップなんか、このもみじのこの樹液だよね、うん、うん、面白いですよね、うん、こう取り木しながらさ、うん、これをうんとあの成長させるの、うんうん、そうしないとここのところの、うん、あの傷がまかないからさ。あー、肉巻きが、うん、うん、これは舞姫、うん、なんか織姫がすごい少なくなっちゃいましたよね。うん、織姫少ないね。ね、織姫ね、作りにくいんだよ。あ、そうなんですか。どうしてもね、うん、あの舞姫の方が締まってできる。じゃあ小さい盆栽には舞姫の方が向いてる感じなんですね、うんうん、そう。この間矢島さんのあの技術がすごい、うん、このなかなか難しい技術を行っていてすごいですねって、うん、コメントがありましたよ。あ、そう、うん、あのね、昔ね、うん、あの、まあ、うちでやってた頃さ、うん、非売の少林非売の、うん、あのついたのを俺作ったことあるんだよ、このぐらいで、うんうんうん、くちゅくちゅに曲げて、うん、それがブログに載ってんだって、うんうんうん、でそれがすごいってね、うん、あれがすごいってね評判になってんだよ今どの何少林非売のちっちゃいやつ、うんうん、昔のブログか、うんうんうん、に載ってんだよ。へー、じゃあ見直そうかな。どう、あれは俺聞かれたことあるもん、うん、あれはどうやって作るんですか。そう、結構あの写真とか綺麗に撮っとくと、うん、矢島さん家ってすごいあの品物、うん、
あの実物とか花とか咲く前に売れちゃうじゃないですか、うん、だからその時期の写真は結構撮っとこうかなと思ってるんですよ、うん、あのねみんな出世するんだよ。そうですよね、うん、びっくりするぐらい出世者、うん、2回言われたことある。1回は漆畑のところの、うん、あの何ブログですか、インスタじゃなくてブログですか。昔やってるじゃん、なんかあブログもやってましたけど、うん、インスタもやってるんですよ。写真は結構インスタなので。あ、そう、うん、どちらがいいの。何でしたっけ、非売でしたっけ、うん、少林非売のちっちゃいやつ、うんうん、それはあのじゃあ漆畑さんのところの、うん、あの何働いてるのがね、うん、あれはすごいですねなんて、うん、二人に言われたよ。わあすごいですね、うん、だってあのなんだっけ、その漆畑さんの、うん、大正園の、うん、あの方のもうすごいヤフーとかのショッピングで出してますけど、うん、本当に矢島さん並みにの方ですよね。うん、うん、そう結構上手だよね、うん、なんか矢島さんものが、うん、見たことないんだけどさ。あ、本当ですか。上手だよ、うんうん、多分かあの矢島さんのと同じような感じの、うん、あの樹形ですね、やっぱり。うん、漆畑がさ、うん、あいつ観光編かなんかで仕事を辞めたんだよ、うん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 、で漆畑が、うんじゃあうち来いって言った意味が分かった上手だった。あ、自分より上手だった。うん、え、あの人はあのその方は、うん、え、何だったんですか。いや、あの普通のサラリーマンだったんだけど、うん、あの体壊したんだよ。あ、うん、それで盆栽屋ならほらそういう点自由に聞くじゃん、うんうん、それであの漆畑のところ行って働かしてくんねえかって、うんうんうん、だけどその当時は、うん、あのそんなに景気も良くなかったし、うん、よく雇ったなと思うぐらいだった、うんうん、で自分のせがれはもう一人前になって蹴ってきてるしよ、うん、よく雇う気になったなと思ってさ、うん、で後で気がついたんだけど、うん、あのそいつはものすごい上手なんで。ああ、そう思います、うんうん、だから雇ったんだなと思って、うん、後になって気がついた。あ、だってさ、なんかどっかで学んでるわけじゃなくですよね。そう、あれ、ね、自分の自己流だよ。だからすごいと思いますよ。そう、すごい。ああいうのいるんだよ、ね、世の中に、うん、あのズバ抜けてさ。切りますか。うん、うん、タイガーより前あ、確かに小さい盆栽はそんな気がしますよね、うん、ね、だからそこを言うわけ。あの盆栽はね、うん、そのタイガーみたいにさ、うん、あのノコギリでうわーっつってさ、うん、やるんじゃなくて、その一日一日のね、うん、積み重ねて盆栽を作っていかなくちゃ本当の盆栽じゃないよっていうことを言うわけ、うん、みんなほらあのあれの方が派手だからあっちになびいちゃうけどさ。ああ、そうですよね、うん、結構集荷店の時も来てたんですかね。じゃあその賞金盆栽、ね、日曜日に来てたかな。うん、自分のところのお客さん連れて、うんうんうん、一応ね、うん、虫がかな、あれやってるし、組合の理事長やってる時にさ、うん、
今じゃなんかそのね、漆畑さんのその小さい盆栽作ってる方と、うん、すごく矢島さんは会話が合いそうですよね。うん、結構ね、うん、押し込んでいくのも大事なんですね。うん、そう。下からね。うんうんうん。それとこの切り口のところに水苔がちゃんと接しているかどうかね。うん、うん。それが大事だ。うん。